A wise man makes his own decisions, but an ignorant man follows public opinion, as a Chinese proverb says. Then John Lennon writes Living easy with eyes closed. It means that ignorance is so bliss for some people. No seeing, no hearing, and no saying. Because ignorance does not kill you, but it will make you sweet a lot.How about you? or why can people be so ignorant?Here is one example.It is Mona Lisa, painted by Leonardo da Vinci. 中国のことわざにはこうあります。賢い人は自分で判断できる。しかし愚かな人は通説に追従するだけと。 で、ジョン・レノンはこう書いて言います。目を閉じて生きることは簡単なことと。つまり、ある人たちにとっては、無知は最上の喜びでもあるわけです。それに、無知であっても死ぬことはありません。人生そのものをスイートにしてくれます。つまり、見ざる、聞かざる、言わざる。これほど無難な生き方はありません。が、本当にそれで良いのでしょうか ここにその一例をお見せします。ダヴィンチの描いたモナリザがそれです。ダヴィンチは人間が描けるはずもない絵を描き残しています。描けるはずもないのです。そしてその絵をこの地球で知らない人はいません。世界で最もよく知られた絵といえばこの絵です。それがモナリザです。が、この絵はほんの少し丁寧に見れば誰にだってわかるはずです。 人間に描けるはずもない絵だとです例えば胸のレースの線の幅は太く見ても0.5ミリですあるいは0.3ミリ前後ミミリの3分の1 1ミリののの分分半以下ですさらにその線は互いに複雑に交差し一本一本には陰影までつけてありますがおかしなことにそうした線でありながらどこにも筆跡が残っていません。 皆さん、これが事実です。そこにある事実です。が、誰もそれについて見ない。誰もそれについて聞かない。誰もそれについて言わない。つまり、目を閉じているだけ。目を閉じて、ただひたすら既存の通説に従うだけ。ダヴィンチは天才だから、できた。できたはずっと。が、本当にそうでしょうかそう考えてよいのでしょうかつまり、 モナリザは本当に一人の人間によって書かれたものなのでしょうか少し前、それについての動画を作りました。ナンバー1790の不可能な可能性にという動画です。で、その動画をここで再検証してみます。つまりもう一度、さらに丁寧に寸法を測定してみます。この動画はナンバー1790の再検証版ということになりますが、さらにダメ押しするなら、モナリザの中でダビンチは 1>, 1ミリの幅の中に細い線を、髪の毛を7本描いています。それをこの動画の中でお見せしますが、そんな線が描けるものかどうか、一度あなた自身が自分で確かめてみることです。1ミリ幅の中に7本ですよ。何とか確かめた後、きっとあなたはこう言うでしょう。不可能と。そう、不可能なのです。できるはずもないのです。理由は簡単。 絵ではないからです。ダヴィンチが描いたのではないからです。つまりその向こうに巨大な謎、つまり人間のもう一つの別バージョンの歴史が隠されているということになります。それともあなたは無知のまま、スイートな日々をこのまま送りますかそれで良いのですか広林、浜松市、ジャパン。 では画像を見ながら説明します。モナ・リザです。縦が 77cm、横が 53cm、前回は 80cm で計算しました。で、この縦の 77cm に、ま、注目してください。2等分しますと 38.5cm ということになります。で、さらにそれを2等分にして、つまり4分の1にしますと 19.3cm という数字が出てきますま。こうして次々と2等分していきます。 そしてその都度縦の長さを計算します。9.7センチになりました。さらに2等分しますと4.9センチになります。で、この部分をここで拡大してみます。縦が4.9センチ、横が3.4センチになります。で、さらにこれを2等分しますと縦が2.5センチ、横が1.7センチとなります。 さらに2等分しますと、縦が 1.25cm、横が 0.85cm となります。ほぼ 1cm 角ということになるわけですね。で、その大きさをですね、このレースのところに置いてみます。で、さらに2等分しますと6、0.6cm、0.4cm、mm、すなわち 6mm×4mm ということになります。この幅が 6mm×4mm、mm、です。 縦が6ミリ、横が4ミリということになります。さらに2等分しますと、3ミリかける ×2 ミリとなりますで。さらに2等分しますと、1.5ミリかける ×1 ミリとなります。1.5ミリかける ×1 ミリです。まあ、この辺りがです、ね、この写真の、と言いますかモラリザの写真の解像度の限界かと思われます。まあ、実際にはもっと精細だと思われます。まあ、写真の限界ということですねで。この白い幅が、えー、約…まあ 0 5ミリから0 6ミリということになります。斜めになってますからね、ちょっと見にくいかもしれませんけども、線がですね、しかし白い線の幅は、まあ、1mm の半分 0.5mm、太く見て 0.5mm ということになるわけです。さらにその線の下の、線下いわゆるは 鎖ののようにに編んででああるるは、細い線で書いい。線書ててところに注意してください今、赤い枠で囲ったこの線がですね、0.5ミ、mm、リから0.6ミ、mm、リです。さらにその下の線はですね、あの鎖のように巻いてある線はですね、まあ、細いものと思われます。今、白枠で囲ってみました、えー。上のですね、縄目のものが0.5ミ、mm、リ。ですから、さらに細いわけですね。その細い線には、細い線はですね、互いに交差し、その一本一本にはこのような影がついています。 今、白い線で見せたのがこれが0.3ミ、mm、リ前後かと思われます。幅がですね。そしてさらに驚くべきことに髪の毛なんです。この髪の毛に注意してください。極めて細い線で描いてあるのに、皆さんもお気づきになると思います。で、この髪の毛について、ここで検証しています。もう一度、この襟のところを見てください。この枠ですね。そしてこの髪の毛です。 で、まずオリジナルの方を皆さんに見ていただきます。左が襟のところです。右が髪の毛です。で、これらをですね、同じように、まあ、倍してみます。2倍にしてみます。こうなりますね。さらに4倍にしてみます。こうなりますね。で、先ほどのこの線の幅、約0.5ミリでしたね。 この白い線の幅が0.5ミリです。となりますと、この2倍が1ミリということになります。で、それで計算して、その幅を髪の毛に当てはめてみます。この今、右下に見せたのが1ミリ幅です。その中に何本あるか、数えてみました。7本あります。1ミリの幅の中に7本の細い線が、いわゆる髪の毛が書いてあるということです。これは不可能です。可能だと思われる方は、まあ自分で確かめてみてください。しかも絵の具ですよ。 まあ筆、このような線を描く筆そのものがないし、まあ、絵の具をつけた途端に、まあ、乾いてしまうということですね。実際には描けないということです。これが皆さん事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。まあ、こうした事実をどのように考えていくかということになるわけですね。つまり、そこに無知か無知でないかの分かれ道があるということになります。では続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now! impossible possibility mystery of Leonardo da Vinci part 1不可能な可能性ダヴィンチの謎 part 1人間はどうして不可能な可能性にしがみつくのか人間でもやろうと思えばできなくはないというわずかなわずかな可能性にしがみつくしがみついてその向こうに隠れている真実から目を遠ざけてしまう そんなはずはないと吐き捨ててしまう。吐き捨てながら再び謎の迷路の中に迷い込んでしまう。私はそこに人間が本来的に持つ盲目性、傲慢性を見る。一つの例としてダヴィンチが描いたとされるモナリザを挙げてみます。その絵の中には太さが0.3から0.5ミリ、つまり 1>, 1ミリの半分の太さの線で複雑な模様が書いてあります。1ミリの半分ですよ。書いてあるといっても筆のようなもので書いてあるわけではありません。筆跡はどこにもありません。点です。目には見えないほど細かい点です。点だけで書いてあります。しかもその線には陰影までつけてあります。で、考えてみてください。こうした線を書くことが 可能かかどうかともし可能であるとあなたが思うなら一度あなた自身がそうした線を書いてみたらどうでしょうかあのギザのピラミッドはのみと丸石のみでできたと言いますつまりのみと丸石だけでピラミッドを作れなどと言っているのではありません紙の上です身の回りにある筆記用具でです で、その後あなたはこう言うでしょう。できるはずがないと。そうです。できるはずがないのです。が、ダ・ヴィンチはそれをしました。しかも、板の上で。ですよ。紙ではなく、板ですよ。大切なことは、まず不可能な可能性に気がつくこと。認めること。受け入れること。素直な心でそれができたとき、あなたはその向こうに、 今までで知知らなかっった世界が広が広ているるのを知るでしょう。それともあなたは人間でもやろうと思えばできなくはないというわずかなわずかな可能性にしがみつき謎の迷路の中をさまよい歩き続けますか今日のテーマはその不可能な可能性についてです。広志林、浜松ハママ・シティ・ジャパン。 では画面を見ながら説明します。モナリザといってもですね、絵画の中でも小ぶりな絵画ということになります。横が5 3センチ、縦が7 7センチです。この寸法を基準にしてですね、モナリザの中の線や、まあ、大きさをですね、えー、計算してみましたで。今日はですね、このモナリザの胸周りのレースに注目してみました。極めて精緻な模様がこのように描き込んであります。 で、注意していただきたいのは、線一本一本に陰影がつけてあるという点ですね。そして、細い線が交差、立体交差しています。これがモナイザの、まあ、レース模様の特徴です。ここで立体交差してますね。そして、線には陰影がつけてあります。ここは編んだような様子が描くことでありますね。そして、立体交差していると。ここまで精緻ってます。精密に書いてあるということですね。で、この黄色い四角がですね、1.5ミ、mm、リ四方です。 1>, 1ミリと半分ですね。の大きさがこの黄色い四角で、その中にまあこうしたラインが描き込んであって、しかも陰影までつけてあると。となりますと、この4分の1四角は0.75ミリ四方ということになります。で、この斜めの線の、この線の太さが、で、これ計算しますと、だいたい0.75ミリ、7ミリ、0.7ミリ前後ですね。で、この赤い線が今0.75から0.5ということになるわけです。1ミリ の半分程度ですよそしてさらにその左下の線は細いということですね。そしてその細い線が交差している。太さは大体いい計算してみますと0 3ミリから0 4ミリですよね。1ミリの3分の1から約半分弱ということですよね。で、こうして線が描き込んでやって、しかもこ,このご覧になっている通りにですね、筆跡がどこにもないということですよね。で、私、まあ、何度もやってみてるんですけど、今日皆さんお見せしますけど、今1ミリずつにこう印をつけてみました。 まあちょんちょんとこう、しりつけたのが1ミリですね。で、全体で5ミリということになるわけですね。で、その間、1ミリまたその4分の3ですからね、その中に2本の線が果たしてかけるものかどうかということですよね。で、交差するのは書けるかどうかということなんですけども、まあ、やれば、やろうと思えばできなくはないという範囲、まあ、話になってくるわけですけども、でもやってみても、あの、この鉛筆もね、あの、 鉛筆削スで削って、そのままの細いので書いてみたんですけども、やっぱりできませんね。できないものはできないんです。で、が、ダビンチはこのような線を書いて、まあ、絵画として表現しているということです。で、もう一度繰り返しますけども、左下の細い線は 0.3mm から 0.4mm ですからね、1mm の3分の1です。そういった細い線で書いて、しかも EM でつけてあって、筆跡はどこにもない。そして板の上に書いてあるということですね。で、これ幅が 1.5mm。 えー、ということになります。で、1.5、この黄色い四角は1.5ミリ四角ですからね。ですから、まあ、太く見ても0.5ミリ前後ということになるわけです。いわゆる1ミリの半分のラインだということですそれに色までつけて、しかも黒いね、EA までつけてやると。ということなんですね。で、これは可能かどうかということなんですよね。で、私はこれは不可能だというふうに判断しました。少なくとも私はできません。 多分あなたもできないと思います。で、一つだけでもできないと思うんですけど、それはずっと連続してつながっているということですね、えー。続くビデオの中で、さらにそれ,それについて詳しく検証してみたいと思います。Bye for now!Hiroshi Hayashi will present you a video forum: Mysteries and Wonders of the World. Today's story is about Raja Conde or Mona Lisa, painted by Leonardo da Vinci in the Middle Ages. Before we say something about the portrait, we have to listen to ourselves, our own voices in our mind, possible or not possible. Here is another fact I show you, a fact in which you know it is impossible for humans to paint such a portrait. It does not matter. Whether the painter is Leonardo or not? 超高解像度の写真が手に入りましたのでモナ・リザを再検証してみます完璧ではありませんが0.1ミ、mm、リの大きさまで判別できますまず全体のサイズですが高さは77センチですがこうした検証ではいつもやや大きめに見ながらサイズを計算します高さを、 8 0センチとして計算し、まず1 0センチ台の正方形を切り出します。それを2等分、4等分、8等分、16等分し、最終的に1 5ミ、mm、リ平方の正方形にまでします。1 5ミ、mm、リです。この辺りまで拡大しますと、画像がぼやけてきますが、ここで注意したいことは、モナリザの現物はさらに精細に描かれているということです。あくまでも、 写真解像度の限界ということですがこの解像度で見ても一本のラインの太さが0.5ミ、mm、リ以下ということになります太めに見ても0.5ミ、mm、リということです実際には0.3ミ、mm、リ前後かもしれません1ミリの2分の1から1 3分の1ですダ・ヴィンチはそうした線を使いチェーンのような模様を正確に描いていますしかもその線には光と影まで 書き込んでいます。難しい話はさておきえつまりえダヴィンチが描いたかどうかということを問題にする前にこんな絵を描くことが可能かどうかあなた自身の心に通ってみてください。あなたた自自身身のの心心ににてみることでです。す。あななな素直な心にですなおこの次に高度 200km から見たまあ見て描いたと思われるダヴィンチの地図も紹介しておきます。 ミクロとマクロロ、とマその地図はダ・ヴィンチが描いたと言われていますがまさに航空写真ですモナ・リザの絵をミクロの絵とするなら地図はマクロの絵ということになりますここに再建証版を紹介しておきますので繰り返しになりますがあなた自身の目と素直な心で判断してくださいそしてその向こうに見える巨大な謎についてしてください 考えてみてみくださいなぜか、なぜかとです。そうすれば、あなたも、私が今、こうして見ている世界と同じものをご覧になることができると思います。で、これがその地図なんですね。で、このフィレンツを探すのにかなり苦労しました。まあ、中心の山がですね、ヒントになりました。で、これを実際のまあ日本の地図と比較してみますと、だいたいまあ、 東京タワーから富士山までの距離と一致するわけですね。まあ、それほどまあ広範囲な地図をですね、ダヴィンチはこうして正確に書き残したということです。これはあの現物の地図ですね。そしてその川をですね、一本一本丁寧に拾い出して線を引いてみました。で、ここに緯度、経度を示しておきますので、皆さんご覧になってください。ここに川が二つに分かれてますね、ここで。で、まあ、ダヴィンチの地図にもそれが描き込まれています。上の方ですね。 えー、主流がありますねで左がこれがダヴィンチの絵です。右が実際のグーグル、いわゆるアース上における写真です。で、川の位置。ただあの、ダヴィンチの絵はですね、真上から見て描いたのではなくて、斜め上方から描いたというふうに見られますね。で、こうして比べてみますと、右の方は真上から見たあの写真です。で、やや全体に、横幅は同じなんですけども、縦幅が迫っている感じがします。 Possible or not possible Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. The most beautiful thing in the world is mysterious. Mystery of a map by Leonardo da Vinci. Who else created it? 皆さん、こんにちは。1 2 8号の追記版です。もう一度、詳細に言っていますか、ダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の地図です。まあ、地図というか、見た地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、まあ、この矢印のところ、 を見てください同じ位置を同じまあ川がねあの分かれているところあのは形がはっきりしているところを線でつないでみましたえでこのようにプロポーションが全く同じなんですねということは極めて正確に、えー、ダヴィンチは、えー、イタリア上空の地図を描いてるわけです、まあ、今度は色を落としてみましたがでこう山が黒く この場合はですね、部屋部、今、白く判定してますから、部屋部が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に描き込んでますね。あのただ黒く塗りつぶしているだけじゃなくて、そして、まあ、こうして今度は上下に比べてみましても、やはり同じ割合で描いてある。ただあの、ダヴィンチのように、やや斜めから見ているという感じで、遠くなればなるほどあの幅が狭,狭まっていくのがわかります。まあ あのダヴィンチの書いた山はですね、ただの黒つぶしの山ではないということですね。で、こうして反転してみますと、それがよくわかります。山がですね、非常に複雑な、まる,ままるで写真のように、写真ですよね、これは、のように浮かび上がってきます。上がイタリアです。下が日本です。同じ高さから見てみました。高度は、えー、230キロから40キロです。 いかにこの後輩にわたってダヴィンチが正確に地図を書いていたかがこれで皆さんにもわかっていただけると思います。続くビデオは1208号です。どうかお楽しみください。Thank you and bye。Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the most mysterious lady named Raja Konde. Or Gioconda in Italian, painted by Leonardo. Here in this video, I compare La Gioconda with another lady named the Iris Mona Lisa, which is said to be the one also painted by Leonardo, though it has been insufficiently examined yet. Through this comparison, I claim here in this video, both La Gioconda. And the is まず、私たちがよく知っているダヴィンチのモナリザとアイルワースのモナリザと呼ばれている2枚の絵画を比較してみます。 これら2枚のモナ・リザは極めて細部に至るまで同じであると同時に例によって例のごとくつまりダ・ヴィンチの他の絵画でも見られるように互いの間には時間差によるわずかな動きの変化が見られますそのことをまず皆さん自身の目で確認してください現在では科学万能主義というか高度な機器を使った分析による証明でなければ 証明でではないいと言われていますが本当にそううしょうか私たちは私たち自身が持つ素直な目の方を大切にすべきではないのでしょうかということで皆さんもご家庭で私と一緒に検証してみてください。現在ではこうした情報をですね、家庭でいながらにして集めることができます。またその情報をもとに私たち自身の目と能力によって分析することができます。 つまり、人間によってできることとできないことがあるということです。ダヴィンチが描いたとされるモナリザは、明らかに人間によっては描けない、また描けるはずもない絵であることを証明します。証拠を添えてそれを証明します。が、それでもモナリザはダヴィンチが描いたものであるというのなら、このビデオの最後に紙と絵の具を用意して、私がお見せするものを描いてみてください。 あなたはきっとこう言うでしょう。できるはずがない。impossible と。つまりそれが答えということになります。つまり、ダ・ヴィンチの書いたとされるモナ・リザは、人間が手で書いたものではないということ。わかりやすく言えば、現在私たちが持っている 2D の写真技術とプリンターのようなものを使って書かれたものであるということです。合わせてアイル・ワースのモナ・リザについての結論も出しておきます。 このモナリザも現在科学的分析のあるものがなされているようですがダ・ヴィンチの描いたとされるモナリザと比較してみれば一目瞭然アイルワースのモナリザも明らかに人間によって描けない描けるはずもない絵であることを証拠を添えて証明しますつまり2枚のモナリザはダ・ヴィンチの作ということになります画面では細部の検証を進めていますが 極めて細部に至るまで同じであると同時に両者の間には先ほども言いましたように時間差によるわずかな違いが、まあ、動きの違いがですね見られるということですそこに注意しながらこの両者を見比べてみてくださいまあ現在、まあ、この今左がモナ・リザそして右がアイル・ワースのモナ・リザですそこう比較してみますとですね頭の髪の毛の分かれ 際ですねそこに注意してください。そこに頂点を取ってみますと、まあやや傾いているの分かりますかこの分かれ目がですね、やや傾いてますね。ということは、ここまで同じに作りながら髪の毛の分かれ、まあ、その際ですね、は違っているということです。そして、まあこの向かって左側の、まあ、 もみ上げ分の髪の髪毛で、すねで。ここを見ますとですね、右の方が薄くなっている感じがしますね。で、左の方が濃くて、そして、まあ、光を当てて、まあ、光を薄くして、まあ、右の絵ができたというふうに考えられるわけです。がしかし、基本的なパターンは同じですね。大きな太い線は同じです。が、細い線、細かい線は右の方では消えているということになります。まあ、こういうところが私はおかしいというわけですよね。 まあ全体の線は同じである。しかし、右の方は、明度を上げたような感じでまあ描かれた絵であるということになるわけですね。で白黒にしてみますと、ですねこの,薄いあの右の薄いまあアイル・ワースのモナリザーの髪の毛の、ね、細かい線がい見えてきますね。が色を元に戻してみますと、いや,まあ、やや、こう、なってますか、見えにくくなるということですね。まあ、上の丸の中の髪の毛なんか特にこうはっきり見えるわけですね。あの色を落としてみますとね。そして、繰り返しになりますけども、 大きな太い線は左の方と右の方も同じであるとで。で、まあ、私のプリンターの技術で言えば、明度を上げてプリントアウトしたということになるわけですね、えー。今日はここに注意していただきたいんですけども、この、まあ、模様ですね、この飾りですけども、左がラジアコンデで、右がアイルバースのモナイザーの ですけども基本的なパターンは同じだということですね。ただ、この間、まま、のところはね、あの幅が違うんですね。まあ、どうしてこういう違いが起きるのかなということも大きな謎ですけれどもで、もう一度この部分を拡大してみますと、こうした模様がずっとこう描き込んであるわけです。でよく見ますとですね、あのまあ、線がですね、丁寧に書いてあるといえば書いてあるんですけども、あの陰影がつけてあって、光もつけてありますねで。そこに注意してください。で こうしてみますと、左と右と左同じですね。ということは、モナリザ、当世からアイルバースのモナリザの絵はまあ同じであると。このように書かれて、まあ、そういうふうに考えていいわけですね。そしうてう線がですね、上になったり下になったりというところも正確に表現してあるということですね、まあそこと。そういうところに注意してください。で、モナリザの大きさんなんですけども、驚いてはいけませんね。77センチ、高さがね。 53センチなんですねでど,などなたかのブログにも書いてありましたけども現場、現実に見られた方がですね、こんなに小さいとは思わなかったということを書いていらっしゃいました。実際小さいんですね、このモナリザの絵というのは。大きな絵に まあ私も、ね、昔そう思ってましたけどもで、この黄色い四角がちょうど計算しますと、10センチ四角ということになります。で拡大してみます、まあ、このくらいだなということになるわけですね。まあ、大雑把な計算ですけども、そして4等分しますと5センチ四角になり、さらに4等分しますと2.5センチ四角になるわけです。さらに4等分しますと1.25センチ四角ということになるわけですね。これはあくまでも大雑把な計算ですね。さらに半分にしますと6ミリ、mm、四角になりまして、さらに4等分しますと3ミ、mm、リ四角ということになるわけですね。 でこうした計算してみますと、あくまでも大雑把な計算ですけども、1.2、ここの幅が1.25センチで、このラインの幅が1.5ミリということになりますね。 このラインの幅が、黄色い幅がこれがあのだいたい1.5ミリ四角ということになるわけですね。ですから、この線の幅はですね、その半分ぐらいと見てですね、3分の1くらいですかね、立ててみるとね、幅が0.5ミリということになるんですね。1ミリのあ半分ということになるんですよ、皆さん。この線の幅が1ミリの半分ということなんですよ。1ミリというのをちょっと指で作ってみてください。また半分の太さの線でこの絵が描き込んであるということですね。で、これが可能か、可能でないかといえばですね、 不可能だとあなたは思うでしょだから、冒頭で申し上げましたように、紙と絵の具、あの鉛筆でもいいんです、ペンでもいいです、えー。1ミリの半分の線でこうした絵を描いてみてください。そして同じように、ずーっと同じように描いていくんですね。で、この袖のところ、ちょっとついでに検証してみますとですね、大きなラインは同じなんですね。比較してみてください。丁寧に同じに描いてありますね。えー、いわゆるその袖の布のね、回り具合が同じように描いてあるということなんです。 で、明度を上げてみますと、まあ、右の方の見えなかった線も見えてきますけども、こういった縦の線まで同じに書いてあるんですね。皆さん、わかりますかこうしてまあ縦の線も同じように書いてある。がですね、決めることに、ここまで同じに書きながら、あの布の、なんて言いますかね、歪み方が違いますね。 いわゆるここに、いわゆる時間差を置いた、まあ、時間データを取るときにですね、時間差を置いてデータを取った、そうした、まあ、違いというものが、まあ、ダビンチューの絵どの、どの絵にも見られるんですけどもねあの、こうした違いが見られるということです。まあ、人間が手で描いたものではないということですよね。まあ、こういう結論を申し上げますと、もう一度ここに注目してください。これが今日のポイント、かつ結論ということになりますが、でこの幅がですね、1.25センチですね。そしてこの計算しますと、この幅が1.5ミ、mm、リ。 1> 1. ミリそしてこの線の幅が0.5ミリ前後ですね。ああまあ、大雑把な計算で申し訳ありませんけども。そして、この、これで計算しますとですね、えー、この幅が1.5ミ,ミリですよ。1ミリと半分ですよ。そしてこの線の幅が、まあ、3分の1ということで計算しますと、幅が0.5ミリですね。 この,この,あのいわゆるその縄模様の縄文の模様が0.5ミリです。ですから、下の線はですねあの模様はさらに細いということになりますね。注意してください。この幅が0.5ミリですからね、大雑把に計算して。ですから、下の,あのいわゆるその針金、針金ぐ,にゃぐにゃぐにゃ回ったような線はですねさらに細い線。まあ、見た感じ、0.3ミリ前後じゃないかと思います。1ミリの3分の1ですね。まあ、0.5ミリここで計算してますけども、0.5ミリ以下ということになりますね。 で、まあ、影と光も表現してあるといわゆるその0 5ミリの線のですね、上の方が白くなってますね。そしてその下のところ,下のところが黒く影になってますね。こうした表現もしてあるということです。なりこれを…まあ 人間が技かどうかということを考える前にですよ。ダヴィンチは天才であるかどうかということを言い切る前にですね。人間がこんなものを描けるはずはない。すなわち、impossible。もしできるとおっしゃるならあ、あなた自身がそれを書いてみられたらよろしいんじゃないでしょうか。鉛筆じゃありませんよ。ペンじゃありませんよ。絵の具ですよ。で、もしあなたができないとおっしゃるならば、それがこのビデオの答えということになります。左がラジャコンデです。右がアイルワースのーモナリザですね。 で、この比較してみますとですね、同じように書いてあるということは、科学的な分析をする以前の問題としてね、私たちの素直な心で見れば、この両者は同じダヴィンチによって書かれた絵だということになります。どうも、今日はお聴きくださいまして、ありがとうございました。バイ。